ニュー川上神社。これでニューって読むわって。ニューって読むのこれ。うん。誕生でニューだって。誕生戦場神社。そしてここも第一の鳥にいきなりドデーンって構えてる真っ赤の鬼が結構劣化半壁や。特に頭がない。頭ハゲじゃん。ハゲではねえか。一応髪ある。だな。怖い。そしてまわしをつけている。すげえ暇だよ。まあ関取イメージしてるのかもしれないけど。かっこいい。で後ろ側はティーバック。いいお尻。背中もかっこいいやん。背中で語ってるやん。男を語る。背中を語る。背中を語る。よし見に行ってみますか。第二の鳥居。これ鳥居全部手塚の。ほんとだ。ほんとそれは。え、これいて。いて、骨。骨出てきちゃう。石のりじゃ骨出てきちゃう。まあ、骨もある。骨もある。おお、大きなイチョウの木が。おお、タルチネ。うん、水牛根。水牛根。おお、こっちも大きいな。イチョウだらけじゃん。すごいすごい。そしてコマウマが一体。では見てみよう。川上神社。こういうニュースで塗るの。なんか色塗ったのが新しい感じにするな。色塗ってるやな。これは開かないのか。アイアイって書いてる。大阪やれば丸いとなればんな。裏側は抜け道がある。曇りガラスだはんで中も見えねえしな。ここが本殿かな。で田んぼ。庭園風景が広がってるよ。田んぼしかねえ。ほんといいな。家もあるけどな。あとねえな。他にはこの大きい茶の裏に行くと更新と更新図か。更新といっぱいあるんだけど。すげえるよ。どんだけあるんですか。分かんねえ。500個ぐらいなんだね。いやそんなねえかな。1個持ってってもバレねえよ。いやバレるね。バレる。そもそもモデルでもいいし。そう、3人ぐらいでモデル。まあ3人いればモデルかな。文字の知恵っていうもんな。え、力じゃないそれ。これ力いるけど。3人よれば3人の力。まあまあ。なんでこの狛犬よ。ほっかもりしてるんだけど。No. かっこいいよ。で、こっちの狛犬もほっかもりしてるっていうの。ニュー川上神社でした。